4人だったのですよ。あ、そうですね。話されました。そうですね。久しぶりだから。別れて自力っていうあれもあったんですけど。通常ダイヤだな、これ。話してまとまる形になりました。まあ、確かに平原さんがこう自力をこうずっとしてなかったなって、どうしてもこう出したい気持ちがあればこうそっちもあるのかなというのは少し、いや、それもあるんですけど、やっぱ自分勝手にはできない部分もね、あるのでやっぱね、ラインをしっかり、まあ、強くしたい部分もありますけど、今本当に関東がこう結束してやってる流れもあるんですよ。それもあるし、まあガチで戦わなきゃいけない時もあると思うんですけど、まあ、このレースはしっかりラインの力を見せれるように、与えられた位置頑張ります。まあ、並びは吉田さんが先頭で、あ、そうですね、竹谷さんに番手回してもらったんで、しっかり頑張りたいと思います。確かに、まあ、前提も、もう増えてますね。もう気楽に走ってくれないんですよ。まあ、確かにその取り出しでも決勝で地元別戦があったり、まあ、これまでは竹谷さんと平原さんで別戦もありましたし、そうですね、だからその、ね、時々で、しっかり見極めてラインで、組んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、今回本当4人の意見がまとまったので、そういう風になりました。まあ、個人的な興味として吉田拓也と別戦でやってみた時の、お互いぶりなんかも、吉田拓也と別戦でやりたいとかそういう気持ちとかはないんですけれど、まあ、僕は自力選手なんで、もう毎回その人の後ろを回るのは当たり前だと思ってないんで、やっぱし自分の力で勝負したいっていう気持ちがやっぱ強いですね。でもやっぱそうやって、ね、人の後ろ年齢的なものもあるし、そうだね、後ろ回ることも増えてきて、そこでもやっぱし結果を求められる立場になってきて、まあ、難しいものはありますけどね、やっぱしでも番手でも超一流の選手を目指してやっていかなきゃいけないなっていうふうに思います。いや、本当に年齢を重ねての難しさもあるから、いや、もう本当に難しいですよ ね。若い時はもう当たり前のように突っ走ってますけど、もうそうもいかないくなりますからね。まだ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 この競輪の奥深さっていうのはさらにあるところなんですね。まあ、どんどん新しい強い選手が出てくると、そういう風になりますよね、絶対に。まだまだ明日、そうですね、はい、関東でいいものを、いいレースを見せられるように、見せれるように、まあ、頑張ります。